学校のグラウンドでノックの練習をしているのは池田高校軟式野球部新3年生の龍蔵寺七海さんです。小学生の頃に甲子園の試合を見て野球に興味を持ち、高校進学後に軟式野球部に入部。普段は男子部員と共に練習に励んでいるんです。ルール上公式戦への出場は叶わないんですが、それでも野球に関わりたくて活動を続けています。この春甲子園の選抜大会で女子部員のノック解禁がニュースでも出ていましたよね、はい、そんな中龍蔵寺さんにもチャンスが来たんです。おととい開幕した軟式野球春の県大会の1回戦、池田育英館合同チームの一員として試合前ノックをしました。当初は内野ノックで終わる予定だったんですが、はいはい、最後までやりきりたいと外野ノックまで全7分間打ち切りました。その龍蔵寺さん、はい、グラウンドの外では選手の背番号を付け替えたりするなどサポートも担当、リアル二刀流を体現しています。いやすごいですね。大事ですからね、このノックもね。で今回のノックについてお話聞いたんですけれども、はい、チームメートからもいいノックだったと言われて嬉しかった、6月末が最後の大会になるので、チームメートと少しでも長くみんなで野球ができればと思っていますと話してくれました。